ブローバの自動巻き時計です。1875年、ニューヨークで小さな宝石店としてスタートしたブローバ。創業者のジョセフ・ブローバは、1911年に懐中時計の製造・販売を開始し、時計メーカーとしてのブローバが誕生しました。画期的な技術革新と広告戦略により、1920年代には、米国での市場シェアを 50% に引き上げるまでに成功。現在では、世界中で愛されている人気のブランドです。今回ご紹介するのは、そんなブローバの自動巻き時計アンバサダー大使です。文字盤は精悍なブラックカラー。バーインデックスとバーハンドの組み合わせ。312デイトが配された実用的な風貌です。SS ケースはラウンドフォルム。裏蓋はケースと一体型となったワンピース構造。内部の機械を確認することはできませんが、スナップバック式やスクリューバック式の裏蓋の時計と比較して防水性が高くなっています。飾りすぎず、上品な手元を演出してくれる品格漂う一品です。